浜ちゃんと小川夏実さん別居なんですね。これちょっとびっくりしましたけど、浜田雅俊さんダウンタウンのね、小川夏実さんですよね。大晦日には還暦を迎えた女優の小川夏実が自身のブログで、夫や友人がサプライズパーティーを開いてくれたとようようと報告しているが、その旦那さんとはダウンタウンの浜田雅俊。1987年に関西ローカルで放送されたダウンタウン物語がきっかけで二人は出会いました。最終回の収録で浜田さんが電話番号を教えてやと声をかけたことから始まり、交際が始まったってことですね。で、1989年にですけど、だからすっごい前に結婚してるんですよね。だってまだ東京でそんなに売れてない時に結婚してましたよね。浜田は過去に結婚を決意した理由として、面倒くさくなってきて一人で洗濯したり飯作ったり、それが嫌やったんですよと語っている。だが今の浜田は一人面倒くさいことをやってるのかもしれない。なぜなら小川が家を出ていっただそうです。浜田の自宅といえば東京成城にそびえ立つ大豪邸が有名です。すごいですよね。しかし現在の小川さんの生活拠点は都心の超高級賃貸マンションです。お二人で引っ越しされたわけではなく、浜田さんは成城のままです。まあ、世田谷区成城ですよね。2022年12月、下北沢での舞台へ出演を終えた小川夏実は事務所の車に乗り込み、高級スーパー行った。パックご飯など買い込むと、そのマンションへと向かったと。翌朝、そのマンションから劇場へ出勤した小川が、成城に帰宅することは1週間以上なかった。一方、浜田はテレビ局での収録を終えると、以前と変わらず成城に戻る。長年住んでいる有名人の方々は大体噂になります。しかし、小川さんが暮らしているとは知りませんでした。こちらに来たのは、ここ1、2年以内の話でしょうねとマンションの住人は言っているとですね。舞台関係者も、小川さんが出演する舞台は浜田様よと書かれたお寿司や卵サンドの差し入れがありました。小川さんも夫の自慢をするし、おしどり夫婦だと思っていました。コロナ禍で小川夏実さんは、うちの夫もテレビの収録がなくてほぼ2ヶ月ずっと家にいたので、こんなに長くうちに一緒にいるなんて結婚し始めて、毎日夕方になると2人で犬の散歩に行ってね、1匹ずつ連れてと、仲良しぶりを語っていた。別居に至るほどの隙間風がついたのか、あるいは長年周囲の目を騙し続けた仮面夫婦だったのか、これは小川さんの逆襲ですねと語るのは関係者。浜田さんは2014年にクラビアアイドルとの不倫を報じられている。しかも仕事用に借りた都心マンションで3年にわたる半同棲、つまり先に家を出たのは浜田さんなんですと。昔ね、不倫騒動も報じられるや、小川は即座に離婚して、我が家大丈夫、一気承知ゴリラになってますと大人の対応を見せた。で、世間から絶賛された。しかし実際には修羅場はあった。浜田さんは全面的に非を認めざるを得ない状況で土下座して謝罪。それ以来夫婦との力関係は小川さんが圧倒的に上、浜田さんはよく冗談で嫁に逆らうと殺されると周囲に話していた。当然9年前と逆に小川さんが出ていくことを浜田さんは止められませんでしたと。とはいえ、小川が暮らすマンションで夜な夜な繰り返されるセリフを覚え、小川さんは50歳になって子育てが一段落し女優に復帰した。もともと文学座の出身の演劇派で、近年は舞台で精力的に活動しています。文学座でこの前亡くなった渡辺徹さんの同期ですよね。だから親友なんですよね。仲いいんですよね、家族ぐるみでね。だからダウンタウンが渡辺徹さんと兄貴みたいって言ったのは、まあ、小川夏実さんがね、そもそもが文学座で一緒だったってことがあるんですよね。今年2月から3月まで岸谷五郎さんが主演の舞台で京都、福岡を経て東京で公演、5月の下北沢で舞台に出るそうで、浜田さんは以前、嫁はんのセリフを覚えるのに、俺に言うと鬱陶しがるねと言っていました。舞台に集中するためにわざわざ部屋を借りたということです。今後も記念日やお祝い事のために集まり、普段は別々に暮らすという夫婦関係が続くのでしょう。アラカン夫婦にはこれぐらいの距離感がごつい感じ。まあだから、まあ、熟年になってきてお金もあるしってことですよね。で、一緒にいるよりは子供も育ったんで、まあ、一緒にいるよりは離れた方がいいっていうのと、まあ、そうですね、小川夏実さんが専業主婦じゃなくなって好きなことをやってね、っていうことで、だったらまあ一緒に住む意味はないですからね。まあ、あと浜田さんがやっぱり過去の浮気ってこと？このグラビアアイドル2014年っていうのは、吉川舞子さんって方ですよね。それ以外もいろんな人と、ね、浜ちゃんって言ったら昔はイケイケでしたからね。
ヘイヘイヘイあたりの頃はね、大人気絶頂期で持ってまくってたんじゃないですか。大物芸人エッチが不倫相手のグラビアアイドル K をマンションに囲っていると記事があった。これ浜田さんと吉川さんですね。これも浜田と吉川を指すものだと思われると。この時吉川さんが都内の完全予約制の美容サロンに通っていることが分かった。このサロンは週1で通っていても月20万は下りません。吉川さんの仕事ぶりから見てとても自腹で払える額ではなかった。ここ別れた時に浜田さんは手切れ金を毎回渡すんですってね、女の人はね。で、一説にはこの吉川さんには3000万渡したって話ですね。6月12日妊娠を機に所属事務所を辞めて芸能界引退ってなってるんですよね。で、浜田に不倫疑惑が持ち上がったのはこれが初めてではなく、かつては妊娠中に AV 女優の森田恵子と不倫が表沙汰になって以降、グローブの恵子、川村ゆきえなどが名前が上がった。後に AV 女優に転向した小向井美奈子もその一人だった。2011年、小向井が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕状が出された際に、不倫関係にあった相手と電話をしたという話が、浜田の実名を伏せて有刊誌に報じられている。これ有名ですよね、小向井さんと浜ちゃんはね。小向井本人が話していたので間違いないですよ。彼女はベッドで撮った写真を持っていると言っていましたが、浜田にかなり恩義を借りている、感じているらしく、写真を公表することはないそうです。浜田は女と別れるときに手切れ金を払うことで知られていますが、小向井も大金をもらったのではということ。また、浜田の後輩芸人からは、酒に弱く酔うと普段出さないことを言い出すんですが、あるときに俺は好きな女ができると、そいつのおっぱいに顔をうずめないと寝つけないみたいなことを叫んでいることがあったという。そう、だからね、巨乳好きっていうのがすごくね、浜ちゃん言われてたんですよね。小向井さんもものすごいおっぱいですね。マシュマロおっぱいって言われてたんですよね、全盛期はね。だいたいこう付き合う人は今日、特に AV 女優が好きですよね、浜田さんはね。今まで噂になった人はね、うん、AV 女優、グラビア女優で巨乳、爆乳っていうのが、まあお金もあるんですからね、相当な金額の手切れ金とかはしてもう困んないんでしょうね。もう分かんないですね。吉本でも相当力持ってるんでしょうから、小川さんにバレないように吉本から払うようにしてるのか、それはちょっと分かんないですけどね。ね、もう浜田さんも還暦になってきたらだんだんこう男として枯れてくもんなのかなっていうのがちょっと寂しい限りですけどね。